アウェーチームが先に点を取りました。しかし左から関根入ってきて真ん中で松崎左足決まった。まあ小林のマーク外しましたね。はい、手前に秋元フリックしたチャンスヘディング。この真当たりのキックの質非常に高いですよね。あとはフリックしたボールに対して手前ヘディング枠を捉えた。柳は下がってるんですけども、まあ、キッカーと要はシューターが直前に話をしてましたから、はい、まあ、その2人で決めたということを考えると非常に今岩尾は測ってましたが出せませんでした。江坂裏を取って大畑上がる中秋元マイナスのボールだ。チャンス先制しましたレッツ。サイドを取ってフィニッシュも江坂入りましたけども、まあ、パスアンドゴーではないですが江坂もしっかりと出した後ランニングを含めてゴール前まで入っていく、まあ、シュートちょっと正面でしたけどもちょっと風に残すチャンス裏を、ね、入れ替わった左足だ。まあ、このタイミングでこの強さでないと多分ここには通らない。でしかもそのスピードをしっかりと殺してコントロールした真当たりの技術そして狙いどころ。手前に犬飼のヘディング。ピンポイント。1本目と2本目が両方デザインされてますね。その3番の伊藤が最初にニアで1本目受けたんですけども、はい、2本目は同じ動きでそちらボールを持った時には後ろ4枚気味で動かし、うん、おっと江坂で取った。キャスパーユンカー、もう1回ユンカーが打った。まあ最後のここはかわしましたね彼は。ショルツの PK、 浦和3点目3対1。キーパーを見ながらボーベルグ踏み込んだ入ってきた。ボーベルグボーベルグボーベルグ。上手だね。はい、まあ、おそらく左利きっていうデータは入ってるでしょう。高めの助走からボーベルグ落ち着いて決めました。1対0浦和先制。前半の30分ついたシュートですね。これは全く慌てることもなく見てますよね、はい、決めました。サッカー当たる。1対0バイアナミ。そして裏のスペースへユンカー走らせる。ユンカー行く。ユンカー持ち出してシュートだ。来た。まあ、どうなのかなっていうのは、まあ、きっとユンカー自身も感じていると思いますから、まあ、ただこの抜け出しの、まあ、体の作り方っていうのは岩尾から縦へのボール。松尾そして流れてユンカーだ。ユンカー落ち着いて決めた。まあ、ここでしっかりコントロールして、まあ、2タッチ目ではしっかりこう、まあ、ゴールの位置そしてゴールキーパーの位置見ながら、まあ、しっかりコースをついて流し込みましたから。抜けた。大久保抜ける。大久保まだ行く。大久保行ってシュートだ。ノリコンだ。ハットトリックだ。ユンカー。フィニッシュワークする位置まで持ち運びましたから、まあ、あとは最後フィニッシュだと思いますけど、そのコースに対してユンカーがしっかりこうコースを変えましたから、まあ、取るべき人が取ったっていうところも、まあ、この同点ゴールって非常に価値ありますよね。決めました。もう読んでいましたけども、ショルツのボールスピードっていうのが勝ってたと思いますし、まあ、結構間が空いたのでキッカーにとっては非常に巻いてきます。ゴール。フリック。セットプレーで追加点。
今度は伊藤敦樹、今回は前で育てた形になりましたかね。そうですね、足元関根戻す、伊藤ワンツー、前で関根が自信を取り戻したレッツは前半だけで早くも3得点。ナビラモーベルグ落としてきた、まあ、1本目よりも全ての要素でレベル高かったですね。スピードもあったし、しっかりボールが、データ通りですが、ショルツ見事に決めました。1対1同点。データ通りでしたけど、ガシ口も読んでましたけど、はい、まあ、ボールにスピードがあったんでね、ちょっと対応しきれなかったですね。新加入の選手ボーベルグ、これはタイミングを外して左の隅に決めました。11分、あ、早い、出したのは岩尾、サーボーベルグ、シュートあります、シュートだー、まさに左足、まさにボーベルグ、まあ、やっぱ戦術的な、戦術眼というか、はい、ゲームを読む力とか、まあ、それを含めて岩尾が素晴らしいですね。ボール、あー、これを狙っていた松尾、松尾が仕掛ける、松尾がまだ行く、中3枚いる、松尾がサーファーフリーだー、押し込みました、ボーベルグ、これをまあ引っ掛けて、こうでも松尾のこのドリブルとも早かったですね。ボーベルグ、そして岩尾から伊藤敦樹、伊藤シュートだー、あの距離から血を這うようなボールになりました。コースに決めて、いや、これ素晴らしいシュートでしたね。ちょっと左足で持ち替えて、低いボールですね。ボーベルグ、ここからヒル、つないだ、そして中へのシュート、きた、見事押し込みました。江坂ですかね、江坂ですかね、いや、パス出した江坂がスポイントしたんですね。モーベルグ、マークにつくな、山原落として、ステキルだ、今度はステキルだ、最後押し込んだ、バット先制、浦和レッズ。さあどうでしょうか、うん、まあ、いいポジションには取ってましたし、はい、このシュート関根なんかもグラウンダーにしたんで、はい、さあ2列目の並びをまた変えてきた浦和、江坂だ、江坂のボール、ネット揺らしました、浦和2点目。キーパーと最終ラインのところ速いボール入れたんで、グラウンダーで、はい、対応しづらいと、秋元も伊藤、江坂が広げて、モーベルグ、ダビド・モーベルグ入れてきます、ヘディング、伊藤の頭、先制、浦和レッズ。右足でクロス上げましたし、ただここ人数揃っていましたから、まあ、本来のそのフロントアレの守備からするとあまりこう見せないこうマークの甘さっていうところが、関根斜めに入れて、松尾、松尾切り返す、後ろからまた伊藤、松尾のフィニッシュ、このフィニッシュの空間と時間が生まれましたから、あとはコンパクトな振りで、その3人しかもうベンチにはいません。突破してきます、おー、こぼれ球、決まった、岩尾です。よ、まあ、川崎の選手たちがするともうラインを出るっていう形で少し足を止めたような形になりましたから、はい、まあ、そういった中で関根と岩尾だけが、まあ、プレーをやめずに反応したことで、小泉はモーベルグを使え、さあボックスに入ってきた、左足のシュート、ー早速キックを破りました。前半5分先制、浦和レッズ。だ、小泉が運んでる時にもっと一番いいニアのポジションに入ってくるかなと思ったんですけど、少し我慢しながらボックスの幅でボール受けましたし、まあ、最後は松尾が来ている、あ、奪った、さあ自分でボックスに入る、折り返す、そしてフリーで小泉、13分追加点、浦和レッズ2対0。
でボックスの中に入ったら一回顔を上げて、まあ、小泉も動きを止めずに一番いいところに入ってきました。鈴木の前で最終的にはインサイドでしっかり流し込むと。さあ1対1得意のゾーン、またぎ入れて縦、右足で上げた、ファーサイドバット、ポストに当たってゴールイン。今日2点目ボーベルグ。前半の40分縦突破して右も持ってるんですよね。そうですね、はい、もちろん今みたいな今のバッサポートに来た岩尾、スルーパス小泉から入って秋元、狙いすまして左足ファーサイド伊藤敦樹、左足ボレーシュート突き刺さりました。4対0もうフリーだった伊藤敦樹のところ見えてたと思いますし、はい、まあ、落ち際しっかりインステップでフリーだったんで振り抜くと、オーバーラップ伊藤敦樹持ち出して右足のクロス、胸コントロールから小泉、5点目浦和レッズ。やっぱりボックスの中でこれだけやっぱり自由を与えると、まあ、何でもやると思うんですよね、はい、まず止めるとまたですかね最後ね、はあ、左足でスルーパス引っかかってユンカーに通りました。さあ1対1だ、左足ユンカーも決めた。少し持ったところで背後を狙ったんですけどもいいところに落ちてきましたし、岩田の選手の足に当たったんですよね。最後関根切り返し、関根ショートで繋いで松尾シュートディフェンス、2対1。まあ、ヒッキーはボールにいたんですね、はい、まあ、それによってちょっとみんなが止まったというか、あともう岩尾がここにワンタッチ、岩波のヘッド2対2。いやー、ニアでうまいです、合わせるのね、バッター選手をね。まあ、多分分析では入ってな、ニアのところっていうのは彼が得意だというところは多分分かってるとは思うんですけど、選球かかってるんですが、ちょっと思うようにボールはまってないですよね、ね、引きつけて大久保を止めて裏を狙った松尾から左足、レッツ先制前半7分。斜めのボールが入ってきます、入れ替わった、前向くシャルケ、こぼれた、流し込んで追加点、ゴールだ。ありますけれども、まずは伊藤のところうまくプレッシャーかかってない、伊藤の受け方がうまかったってことは言えると思いますけどね、はい、岩尾が入れます、アウトにかけて流し込みました。最後知念秋元が触ってしまってフィニッシュまでいけなかったですけど、後半の立ち上がり秋元が触ってうまくね、アシストしましたけど、完全にフリーでしたからね、まあ、見てるだキッカーショルツ落ち着いて決めました。4対0になります。まあショルツはこのボールを蹴る技術というのは見事ですね。 PK は本当に落ち着いてしっかりと決められる選手ですからね、はい、いい攻撃いい守備がありました。さあクロスボールニアでおっと変えて、おーゴールイン、ニアでコースを変えて最後は柴戸が決めました。1点返しましたね。まあ、広島としては少しねこう足が止まってしまったというところがありましたよね。はい、残していきます。股抜き飛ばした大久保、運んでえぐって奥をマイナスシュート、ユンカー流し込んでいきました。浦和先制前半の40分。アプローチされるんですけど股抜きで左足で持ちながらクロスを見せながら深い位置まで入っていったので、最終的に戻したボールをユンカーがサイドキックでゴール。いろんな相手の目線、あっとカットした、奪った小泉、さあショートカウンター、小泉追加点、50分、浦和2点目、奪ってからの速い攻撃、まあ、引っ掛けてからこれ角度はあんまりなかったんですけども、ゴールキーパーよく見て低いボールを逆サイドネットへ。
ました。勇気を持って蹴りました。見事ですね、はい、あの高さを狙うのは本当に勇気がいると思いますし、素晴らしいコースですね、はい、そのリスクもあって、ユカのチャンス、ユカだ、でかした、まさにボックスでの職人ぶりを見せました、キャスパーユカ。この辺はなんかまさにストライカーらしい。大久保に渡せ、大久保、ここはいた岩波へ、岩波、ここからシュートだー、ショー、クロスバーに当たってゴールイン、見事なミドル炸裂です。岩波先制は浦和レッズ。いや強烈なシュートでしたね。シュートブロックのところの距離が、まあ、少し遠かったってこともあって、まあ、しっかりシュートを打てたっていうのはあったんですけれども、この無回転のシュートですね、先ほど1本